脱落したかな。俺はさすがに動いてるから見てる。すごいな。もうクリスマス俺一色じゃん。ほぼ見てる？見てるの？もう女でそんな見てたらもう好きじゃん。クリスマスもう好きじゃん俺のこと。いいのそんなんで。俺は残念ながらね誰とも付き合わないよ。これは言っとくけど付き合う気ないから。うんずっと見てイライラしながら「01のガチ恋は見る目ない？」誰だったら見る目あるの？正味わからんくない？そんなもん配信上で見る人間性なんてそんなもん。過ぎて体調悪い？もうただ寝るか？こういう774号みたいにね養分って書いて次養分しか勝たんとか書いてね彼女がいる男にガチ恋とか気持ち悪いよな。マジで無理だわ。あ、サンタさんありがとうね。昨日もくれたもんね。覚えてるよ。ありがとう。ありがとうね。しかも俺の枠でさ。養分とこね養分やってる時も俺の枠にいるからね。そういうやつ不思議なんだよ。俺の枠で養分やってるんだよ。だって普通さ推しがやってたらさ推し見ることない。配信かぶってても俺の枠でやってるんだよ。不思議だよな。だって俺のリスナーがね養分がやってて俺がやってて養分の枠にいるわけないじゃん普通に。そうでしょ、うん、養分リスナーじゃなく あえて名前出してね、まあ、そういうパターンもあるかもね。十分苦しみますになったな。今までで一番いいクリスマスだったかもしれない、うん、35年間生きてきてこんなクリスマスなかった。いい思い出になるわ。クリスマスって楽しむ日じゃないんだよ、うん、苦しまなきゃダメなんだよ。クリスマスは楽しむってもうガキの時まで。大人になるにつれてクリスマスも仕事とかねなんだかんだ忙しくて何がクリスマスだよってなってくわけよ。社会の波に揉まれてそういうもんだから、うん、でたまたま彼女いてね、どっかレストラン予約しても別に大してね楽しくないし、そんなのねおかしいじゃん。どっかさレストラン予約してね、右見てもカップル左見てもカップルとか、何やってんだろうなとか思うよな、うん、クリスマスだからこうすべきみたいなのがもう古いね、うん、クリスマスだからとりあえず彼女彼氏と過ごすみたいなのがもう古いんだよ、うん、ダメなんだよそんなの。うん、いやひがみじゃないよ、うん、羨ましいなんて思ってないですよ。いや今までの経験上ね、つか定時ってさクリスマス何買ったの？ういたんに。雨降ってないですよ。反応ないわ。日傘じゃない？日傘。あ、iPhone 13？ ああね。20万もするの今の13って。8万のドライヤー確か復縁して iPhone 13 買って、クリスマスがドライヤー。8万って787号、しつこいブロックな、うるせえんだよ前の。28万、すごいね。眉が新宿で01待って、はいブロックね、はいブロック。もう眉、あ足くじいた、こうやってなった、この段差で足やった。うん、大丈夫、案外ちょっと大げさだった。うん、気をつける。8万のドライヤーってやっぱ女の子高いやつやっぱ違うの？マイナスイオンとか出てさ髪の毛にいいんだ。俺はねドンキーのなんか3000円ぐらいのやつ使って、全然違うんだ。サラサラになるの？うん、マイナス、どこまで名前出したいのお前、マイナスイオンって。お前ブロックされたいの？これ匿名さんつくの？ちょっと心配になってきちゃった。いやもう食べた、マックとそば。昨日焼肉食べた、一人で焼肉6000円、6500円。どうだ、もうすぐ上がった。ありがとう。クリスマスなんて滅びろ。だからクリスマスを意識するからダメなんだよ。いつも通り過ごせばいいんだよね。クリスマスいらないじゃん。だからいつも通り過ごせばへっちゃらだから。俺が今体現してるでしょ、体現。これは大事よ。うん、クリスマスっぽくないでしょ。で俺もどっちかって言ったらネクラな人間だからさ、ね、ハロウィンになってさ、ね、渋谷行ってパリピやるってタイプじゃないから。うわ微妙な坂、うん、何も変わらないんだよ。203号、はい、届く。すごい。入場料500円。何これ、日本白蘭草前夜祭500円。見たい、なんかショーやってるけど。配信許可、うん、興味ない。結構おじいちゃんとおばあちゃんいたから多分あんまだと思う。あー座りたい。うん、ちょっと本当やべえわ。もう限界超えてる。似てないよ。座りたいのに座らなかった。すごい。ありがとうな、褒めてくれて。そんなことまで優しいな。思い出してみて、音カジで$2000から$10,000にした時もあれ24時間やってたよね。あれ見てないか。$2000をまず囚人で$4000にして、そっからなんだかんだもみもみして最後はバカラで$10,000にしたんだよ。そうでしょ。これ一つのストーリーがあるわけよ。やっぱ限界を超えて見えてくる世界ってあるんだよ。その人間の底力。でその$10,000を$30,000までいったけど全部溶かした一瞬で。でも後悔があるのが$20,000になって配信やめて、これ配信外で$20,000溶かしたっていうのがもう本当に後悔だね。なんで配信やらなかったのかなっていう。ムカついてね。今どこ？もうすぐ目黒。あ、目黒高台なんだ。あ、プラストータルプラス150万でいったんだよ。まあ、そんなのね全部溶かしたからそんなの意味ないけど、うん、負けてもね配信しなきゃいけない。まあでも逆に、まあ、オンカジやめれてよかったなと思うけど、まだ根強いオンカジファンがいるからそれ困っちゃうよ、やってとか言ってね。それでこうやって1ヶ月頑張って稼いだお金全部溶かしたらセララどうするの？やってはいいけど。ああ、もうすいません、恥ずかしい。女の子3人組に変なやつみたいな見られてる。もうやだ、もう。恥ずかしい。今更。やばい、もう汗だくだ。まあでもオンカジでリスナー増えたからな。オンカジリスナーが。だから1週間に1回とかね。1週間に1回4万円だけやるとか、そういうのだったら1ヶ月負けても16万じゃん、でかいけど。それならいいんじゃない、まだ。でも毎日毎日やるのは